それで今度は何をするすか、ロシー。何、そろそろ腹も減ったしの、飯でも食おうかと思うての。そのキノコ食べられるんですか。じいちゃんは山のこと詳しいから平気だとは思うけどよ、やっぱ毒が怖えっつうか。ん、この匂い、もしかしてそれ甘酢だけっすか。いかにも、山ほど取ってきたから好きなだけ食べ。たく、いつの間にこんなに集めたっすか。私たちが頑張ってるうちに。って、老子がそんだけ取ってたら別に私が集める必要ないっすよね。キッチチ、まあそう言うな。お前さんが取ってこそじゃろ。それにの、こんなもんはまだまだ小物じゃよ。小物？立派なもんだと思うけどな。そうです、村で売ってる甘酢だけはそんなに大きくなかったですよ。確かに、干してるせいか小さくてしなしななのに1本3万ルピとかするんすよ。何、この山にはまだまだうまいもんが眠っとるっちゅうことだ。おお、まだまだ。本当っすか。うん、余すだけも十分うまいが、うまいもんと最高にうまいもん、どっちをあの娘っ子に食わせたい。そりゃ最高にうまいもんすかね。キッチチ、よう言うた。ならわしについてくるんじゃな。とうげ、あのお化けキノコっす。どうやら匂いにつられてやってきたようじゃな。ひとまずこいつらを片付けるぞ。さて、どうじゃ、娘っ子。仮装どもも、もう怖くはあるまい？まあ、確かにそうっすね。団長や老子がいるっていうのも大きいっすけど。キッチッチッチン、若いもんが謙遜するな。さて、そろそろキノコも焼けた頃かの。キノコもうまかったけど、こりゃ格別だぜ。チッチッチ、そうじゃろそうじゃろ。やはりこの島の甘酢たけはうまい。そしてこれを垂らすとじゃな。幸せです。だな、山で採れたてのもん食うってのもやっぱりいいもんだよな。やっぱりこれも先輩に食べさせてあげたいっす。
ならば大物だけと言わず余すだけも山ほど持って帰ってやれ。あの娘っ子も喜ぶぞ。くそ、あいつらの行方は分からねえし、腹は減るし、散々だぜ。大丈夫かね、あの子たち。どうせ殺したって死なねえよ。しかし、なんだこのいい匂いは。誰かが甘酢竹を焼いてるみたいだけどね。くそ、この匂いたまらねえな。うわ、なんだお前。あ、いや、いい匂いがしてな。ん？お前さん、まさか。あ、ジジイ、なんでここに。なに、この娘っ子が甘酢だけを欲しいというもんでな。ヌタロランゴさん、知り合いの方ですか？大昔にな、ちょいと面倒を見とったことがあってな。ほれほれ、レンスよ。んなところに突っ立っとらんで、こっちに来い。お前さんも食い。悪いな。キッチッチ、遠慮するな、まったく。ほれ、甘酢竹ならまだまだあるぞ。うわ、俺らが丸一日探して坊主だったのに、なんであんたが。何でもじいちゃんは昔この辺でいろいろやってたみてえでよ、それで詳しいらしいんだ。まさかこのおじいさん、穴場を知っているの？悪いな、もらうわ。俺様もう腹減っちまったよ。おっさん、なんか疲れてるっすけど、山で迷ってたんすか？ああ、ほんと散々だったぜ。鋼栗やら丸太やらがよ、おかげで連れとははぐれちまうし。鋼栗、丸太、なんか老子の修行とかぶるっすね。ん？そうかの、おかしな偶然もあるもんじゃ。キッチッキッチ。あ、まさかありゃ全部てめえの仕業か、ジジイ。てめえが落としたのか、栗も丸太も。さて、どうじゃたかの、思い出せんの。てめえ、とぼけやがったな。てめえはやってる時に限ってとぼけやがる。クソが、むしゃくしゃするぜ。覚悟しやがれ。うわ、落ち着けって、おっちゃん。いや、全部てめえの仕業か。確かにてめえのやりそうなことだ。何が目的か知らねえが、覚悟しやがれ、ジジイ。おっさん、ここで剣振り回されても困るっす。キノコ食べて落ち着くっすよ。そうだよ、美味しいですよ。よかったら栗も。落ち着いて食ってんじゃねえよ。まあまあ、リンスよ、この娘っ子の言うことも一理ある。腹が減っては話し合いもできんぞ。そうっすよ、おっさん、わざとじゃないっす。多分ただの事故っすよ。だとこら、俺様を誰だと思ってやる。
いいか、俺様はかつて剣聖の卵と呼ばれた男、その名もふらつきのワル、レンウス様だ。有名なことなんですか？いや、聞いたことねえな。よろず屋の話に上がったこともねえし。てめえ、これから全空を征服する俺様に向かって。あのファラさん、札付きのワルって何ですか？気空帝を襲って強奪して人が乗ったままの船に火を放ったりとかする人すかね。あと倒した相手の頭の皮を削ぎ落として飾りにするとか、なんかそういう話聞いたことあるっす。おー、そいつはお金や。もしかして人に魔性を埋め込んで実験台にしたりもですか？札付きっていうくらいだから、それくらいやるんじゃないっすかね。こいつらガキのくせに考えることがえげつねえ。ただのガキどもじゃねえぞ。どうやらビビったらいいのじゃねえよな。なら、へえ、俺様の一撃を防ぎやがった。剣聖の卵と呼ばれた俺様の剣を受け止めるたあ大したもんだ。褒めてやるよお前。こいつは面白いや。なあお前、ちょっと打ち合ってみろ。剣聖の卵と呼ばれた男だぞ。おら、本気出すか。感謝します。なあ、俺様の剣、妙な形しててかっこいいだろ。なんでかわかるか。こうしてグイってやるとな。こういうわけよ。便利だろこの剣よ。ほらほら、なんとかしねえと、そのかわいいほっぺに傷が。どうは、気負ったな大物が。なんすかあれは。途中仮装っちゅうのはな、たまにでかいのが出るんじゃ。わしゃあれを探しとった。おいおい、大物ってあれかよ。でも急にどうして。あれは強い宿主を求めて強い動物を狙う。この山で一番強い動物をの。っていうことはもしかして。まあ、狙っておるのはさっきから山で暴れとるわしらじゃろうな。チェロー氏、大物ってまさかあの薄気味悪いのを食べるっすか。話は後じゃ。奴のどでかい胞子に気をつけろ。触れたら一瞬で苗床にされちまうぞ。苗床、一体どうなるっすか。死ぬ。そして新しい途中仮装として山をさまようんじゃ。
呼ぶんすか、老師。キヒヒヒヒヒヒ、何、奴の倒し方ならもう教えたはずじゃ。お前さん方なら勝てる。ほれほれ、ぼーっとするな、行くぞ。甘つたけはこのタレをつけて焼くと絶品じゃぞ。楽しみにして。